都城市営電気供給事業は昭和戦前期に宮崎県都城市が経営していた電気供給事業である。1927年に開業し1943年まで存在した。都城市では都城電気株式会社という民間の電力会社が1910年に開業して電気の供給が始まる。同社が 市外の会社に合併されるのを機に、事業支援課の計画が進展し、地域の事業を引き継ぐことで、支援事業が開業した。支援事業が存在したのは16年間で、太平洋戦争中の廃電等制令に基づき、九州廃電へ統合された。1907年8月、清竹川の水力発電所を電源として、宮崎県最初の電気供給事業となる。 日向水力電気が宮崎市に開業した。同社の企業計画が動き出したのは1900年のことであるが、これに続いて、同じ宮崎県の都の城市でも1904年に、電気事業の企業計画が浮上した。都の城の電気事業計画は、町内有志の手によるもので、電源として、都の城の西方、鹿児島県総群宝部村の大淀川水系、 霧原川での水力開発を企画して、鹿児島県知事に水利権を申請した。宝部村民の反対運動や二度にわたるセリ、願い者の出現で認可が遅れるが、1908年11月に水利権を取得。続いてセリ願い者も発起人に加え、都の上電機の電気事業経営許可を低新省へ申請し、1909年3月23日付で、 その許可も得た。これらを受けて、会社設立の準備が進められ、同年6月10日に、都の城電気株式会社の創立総会開催に至った。発足時の資本金は15万円であった。会社設立後、桐原川で溝の口発電所を着工。ドイツシーメンス製の機器を取り付けて発電所は、翌1910年5月に竣工した。 帝信省の資料によると、都の城電機は、同年7月1日付で開業し、年内までに、都の城町内と隣の五十市村での供給を始めた。7月13日には、小松原公園にて、伝統1400頭アーク棟2棟をともした盛大な、開業祝賀会を開催している。開業当初の伝統需要家は350個余り、頭数は1340個以上で、 開業以後も、不評第64連帯兵営への供給開始など、多忙で電灯取り付けは、順番待ちとなる盛況であったという。電灯の他動力用電力の供給も行っており、精米業に多く利用されたほか、会社では、商店や料理店に扇風機を売り込んでいる。こうした、需要増のため1912年6月、35万円の増資と、 日下川水系月野川での新発電所建設を決定し、1914年2月に総群月の村にて月の発電所を着工した。ところが第一次世界大戦の勃発により、ドイツに発注していた機器類が調達できなくなり、国内メーカーへと振り返ったことで納入が遅れたため、1916年6月の竣工となった。 月の発電所竣工により供給力に余裕が生じ、供給区域の拡張と相まって需要が増加して、電灯供給は1917年に1万個2万棟、1919年には3万棟を超えるに至った。月の発電所建設中の1915年4月1日、都の城電機は、鹿児島県総群渋市町所在の渋市、電気株式会社を合併した。 合併に伴う増資は2万5千円。同社は、吸入式ガス機関による火力発電を電源とし、電灯約戦闘を供給していた。また19、1919年7月には、アモリ川水系霧島側に、水利権を持つ高千穂電機機動株式会社を、合併している。宮古の城電機は、同社から水利権を引き継ぎ1922年1月に、 霧島第二発電所を新設した。また合併屋増資により、資本金は最終的に200万円となった。電気事業支営化を推進した都の城市長宝部実習こうして、都の城電気の事業が拡大を続けていると、都の城町では、電気事業が町の財源として有望であるとする意見が広まり、1920年代に、 入ると、電気事業公営化の議論が始まった。まず1921年8月、町議会の財政調査会で公営化に向けた調査が開始され、1923年9月には、町長から委嘱された専門家による会社内情調査も行われた。その結果を踏まえて、翌1924年3月、町議会は電気事業公営に関する、 意見書を賛成多数で可決するに至った。その後、同年4月1日の市政施行に関する準備や手続きのため公営化への動きは一時停止し、市政後もとの施策が優先されて、財源の手当ができず市営化実施は先送りされていた。市営化への動きが低頓する中、1925年4月18日、宮古の城電機は突如日本水電株式会社との 合併契約締結を発表した。同社は日本窒素非量産化の電力会社で前年の1924年に大隅地方の南九州水力電気を合併し、その後も合併を繰り返して当時鹿児島県内で勢力を広げていた。宮古の城電気は需要増加で供給力不足に陥ったため同社への合併を選択したという。この合併発表を機に、 電気事業支援論が盛り上がり、市民によって電気支援規制同盟会が結成されるなど運動が激しくなった。支援論の盛り上がりを受けて両者は合併を断念。市の側でも市長宝部実習と助役、市会議員3人からなる交渉委員を設け、都の上電機との事業買収交渉に着手した。交渉は 最終的に、都の城電機が、熊川電機と合併し、その上で熊川電機から、都の城市内の電気事業のみを市営化するということで話がまとまり、1926年1月21日、市と都の城電機、熊川電機の三社で、合併契約と市への事業譲と契約が締結された。市による事業買収価格は78万円とされた。 この熊川電機は、熊本県人吉市の電力会社で、日本水電と同じく1920年代に、事業合併を積極的に行っていた。同年4月、定心症より熊川電機、都の城電機の合併認可があり、同年7月合併手続きが完了して、都の城電機は消滅した。合併前年の1925年4月時点で、 宮古野城電機は、宮古野城市を中心に、北諸方郡11村、鹿児島県総郡7町村を供給区域として、電灯6万1841棟、電力1316馬力を供給していた。翌1927年4月9日、熊川電機から宮古野城市への事業譲渡が認可された。その後、買収資金や企業費に充てる資八83万円の、 記載や料金制定などの準備を終了し、同年8月1日付で市営化を実施して、市営電気供給事業を開業させた。なお発電所は買収対象には含まれておらず、市営事業の電源はすべて熊川電機からの受電によった。市営電気供給事業の初年度末の供給成績は、電灯19150灯、電力4 5 0ットであった。 その後供給は拡大を続け、収支面でも余剰金が生ずるほどの工業石を上げた。主催の定理り換えに成功したこともあって1931年12月1日付で電気料金改定を実施し、定額住職等が60銭であったのを55銭に引き下げるなど料金を値下げした。しかし料金改定の頃から不況の影響が強くなり、定食高等への切り替えや、 定額等から重量等への乗り換え、さらには、東電が頻発して収入が減少するようになる。この対策として市は1933年12月1日付で、再び電気料金を改定し、定額等と電力利用を組み合わせた総合料金制を採用した。これは、従来の定額等制度では、電球の職工単位で契約していたものを、ワット単位の契約とし、 合わせて契約ワット内であれば、電球の食光は、不問、扇風機、ラジオアイロン、こたつなど、小型機器の併用も、自由とする、という制度である。新制度導入により、需要化の電気使用量は増加し、景気回復もあって、市の収入は再び増加していった。年月、のは隣接する北郡を村、五十村を合併し、 地域を拡大した。このため新地域の電気事業も、熊川電気から買収することとなり、市は52万円での買収契約を結んだ。事業の譲り受けは1937年2月に、低新省から認可され、同年5月にその手続きを完了した。その後1937年度末時点の供給成績は、電灯45,500灯、電力1,081馬力。 電熱1 8 0ットであった。また、同年度の年間収支は、収入31755円、支出231143円で、79612円の利益を上げていた。1941年、配電等整令が施行され、続いて同令に基づいて九州7県と沖縄県における配電事業は新設の 国策配電会社九州配電株式会社に統合するという方針が決定された。これに従い熊川電機の更新九州電機は、翌1942年4月1日の九州、配電設立と同時に同社へ統合され消滅した。1942年4月の九州、 配電設立時の段階で同社へ統合された電気事業者は株式会社組織の大手4社だけであったが、それに続く中小事業者の統合では、公営事業も統合対象に含まれた。従って、都の城市営電気供給事業も統合対象となり、1943年2月1日付で九州配電へと統合されて、市営事業は終了した。 統合の形式は拝殿統制令第26条第1項に基づく命令譲渡によった。譲渡代金として九州拝殿から都の城市へ204万円が支払われている。かくして太平洋戦争下で九州拝殿への統合を余儀なくされた都の城市営事業であったが終戦後に公営事業の復元運動が 全国的に活発化すると、都の城市も、市営復元を施行し、公営事業復元を目指す多都市や府県と連合して、運動に参画した。市は、政府、国会や GHQ への請願活動に参加するも、戦後の電気事業再編成は、地域別の発送電一貫経営の旧、電力会社を新設するという方向で固まり、1951年5月1日付で、 九州地方では九州廃電に代わって九州電力株式会社が設立されるに至った。その後政府与党は公営復元を希望する自治体は各自で電力会社と交渉して自主的に解決を図るように求めるという方針を打ち出したため、1957年7月25日より都の城市は同社との交渉に乗り出した。 宮古野城市と九州電力の交渉は、計25回に及び、1962年1月27日に、ようやく協定書の調印がなって解決した。その要点は、市営復元の代わりに、九州電力が、同社株式額面価格7100万円をしに、交付し、市は、毎年配当金を受け取るというものであった。宮古野城電気時代。 1925年12月末時点の伝統電力供給区域は以下の通りであった。前日の通り、都の城市営電気供給事業の供給区域は上記の内都の城市内のみで、他は熊川電気の供給区域となった。また発電所については、都の城電気は水力発電所を3カ所建設しているが、市はこれらを取得していない。 これらの発電所一覧は、熊川電気発電所一覧、鹿児島県を参照のこと。低信大臣は、電気供給事業を営む者に対し、配電株式会社への合併、事業の譲渡または、電気供給事業設備の出資を命ずることを、特とある、都の上電機に関するカテゴリー。ありがとうございます。